Friday moments are the important moments that connect us. キウ名古屋。皆さんこんばんは。5月16日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウ名古屋お送りいたします。今日ね、名古屋はね、朝から晩まで暑いんですよね。もうね、今日一日中ね、こうね、ジメジメとしたね、なんていうのかな、この王子の汗がね、吹き出てきましてね、加齢臭が出ちゃってるかな。滑り王子マスクマンでございます。はい、この前の土日は大阪に行きましてね、あの沖縄のお笑いを見て、なんかすっかり元気をもらって、しかも特急に乗って、なんか久しぶりにこう私の鉄道オタクがどんどん蘇ってきました。みそにこみスキーと同じくですね、あの大阪、まあ、先週末行ってきたんですけども、いやー、お笑いライブで、これあのオリジンさんのお笑いライブ行ったんですけども、これが楽しくてですね、沖縄感が忘れられなくて、大正区行って沖縄そばを食べたダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは体力。今夜のテーマは体力です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養、このコーナーでは、ちょっと3人でちょっとだけフリートークをします。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウ名古屋。
メールご紹介します。はい、これはですね、先週のね、まだね、あの歯のテーマでね来ておりましたんでね、多分これ王子が隠してたんだな。え、そうなの？わかんないけど。はい、こちらはね、マンタキラジオの美奈子さんからです。ありがとうございます。こちらのテーマは歯できてますね。歯ブラシは歯肉をマッサージするように磨きます。できれば細かめの方が歯と歯肉の間の歯周ポケットまで磨き、歯は柔らかめのブラシで強く磨くと削れてしまい、コーヒーなどを飲むと歯の色が変色するらしいです。歯医者さんから聞きましたということでございます。そうですね、あの歯も、ね、あまり、ね、強く磨きすぎると、ね、うん、良くないという、ね、エナメリスが、ね、あの削れちゃうって言いますもんね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アイスクリームのテーマでいきます。はい、はい、ワンコが鳴きましたね。旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。アイスクリーム、僕の好きなアイスクリームはチョコレート味になります。でもバニラ味のソフトクリームが無性に食べたくなる時期があります。しかもブルーシールのソフトクリームです。今僕は生涯何週目かのバニラ味のソフトクリームが食べたい時期に突入中です。ところでアイスクリームを食べている時って、老若男女皆さんニコニコしながら食べてると思いませんか？アイスクリームには不思議な力があるなと思います、ということで。まあそうですね、ダンさんは特にね、アイスクリーム好きですよね。あ、好きですね、本当に、昔から好きです、確かにそうですね。あの、私のお父さんもなんかソフトクリームニコニコしながら食べるんですよね、あのね、結構な年ですけどね、あの案外ね、あの酔っ払った時にね、アイスクリーム食べると美味しいんですよね。え、そうなの？うん、当時なんかそんな感じですね、食べるとなったらね、はい、こちらもですね、アイスクリームで来ています。はい、岐阜の9人のバーバさんからです。はい、ありがとうございます。前は沖縄でしか食べれなかったブルーシールアイスクリームでしたが、最近は岐阜にも2店舗オープンしたらしいんです。おー、そうなんですか。もう少し暑くなったらぜひブルーシールアイスクリームを食べに行きたいと今から楽しみにしています。私の一番好きなのは紅芋ですが、皆さんは何味が好きですか、ということでございます。はあ、黒糖かな。黒糖まああの気分にもよりますけど、ドノーマルでバニラかなと。バニラが美味しくなければ、全てに影響しちゃう。確かにそれはありますよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、こちらもね、美奈子さんからですね、あら、アイスクリームで、あのちょっと先週、ちょっと前半だけ紹介したんですけれども、後半の部分を、ね、紹介します。私のおすすめのアイスはウルマジェラートです。島唐辛子、琉球紅茶、パセリ、コーヒー、シークワーサーなど他にもいろいろなフレーバーがあります。私は島唐辛子かな。すごい、そんなフレーバーがあるんだ。口の中に入れて飲み込んだ時、ピリッとくる島唐辛子の辛さが病みつきになります。ブルーシールもいいけど、ご当地アイスもリスナーの皆さん、ネットで探して食べてみてね、ということです。おフルマチェラード、フレーバーがいろいろあるってことですね。すごいですね、ちょっと気になる。なんだろう、島唐辛子、ありがとうございます。ありがとうございます。もうあれですか？あります。あ、まだありますよ、アイスクリーム。ジェニガタケーブさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私が一番好きなアイスクリームはミントが入ったアイスクリームです。アイスクリームはバニラやチョコいろいろあって好きですが、特に好きなのはミントアイスクリームです。あのミント特有のツンとした爽快感がたまらなくて、毎回アイスクリームを購入しても飽きないです。お三方さんの一番好きなアイスクリームは何ですか、ということです。俺前もちょっと話したかな、そのアイスクリームの時に、ね、こっちの方にあの井村屋のね、あずきバーっていうのありますけど、すごい硬いんですよ ね。歯がちょっとね、あの弱い人はね、嫌だなって感じるぐらい硬いんですけどそう、今ゼニガタケーブさんがチョコミントって言ったけど、そう、チョコミントなんかある時から急に好きになって、昔は歯磨き粉みたいで嫌いって思ったんですけど、
なんかね最近好きでね、うん、あのポーラーベア の, あのクッキーがサンドしてあるやつなんですけど、うんうん、あれがたまたま限定で出てたのかな、うん、あれが美味しいんですけど、うんうん、期間限定の上に沖縄しか売ってないんですよ。あら、うんうんうん、ねえ食べたいなと思うんですけど、うんうん、そうですよね。あの、うん、アッキーラさんもツイキャスで、はい、コンバースでやっぱりアイスはブルーシールのチョコミントって、ああ、うんうん、いますねやっぱチョコミントファンね、うん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 、よくミントですね、うん、はい、うん、あと新一さんが以前、はい、アイスに山崎ウイスキーをかけて食べたことがあります、うんうん、今は価格高騰で実現可能、うんうん、わあ。いやー、うん、美味しそうですね。でも分かりますね。この、ねうん、前も ね、そのアイスクリームの時に王子はねちょっとお話しましたけど、うん、こうカップに入ったねあのこうみぞれ、うん、あのかき氷くなってみぞれありますよね、はい、そこにあの牛乳入れてこう溶かして、そういうあの、ね、食べ方とかね、それもあの王子好きなもんですから、うん、結構ズルズルズルって飲めちゃうような感じですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、では体力のテーマで、はい、今週のテーマでいきましょうか、はいはい、そうですね、はい、沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。キーナガの皆さん、こんばん名古屋、こんばん名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。前より体力は落ちてきています。というよりもともと体力はありません。あら、中学高校とバスケ部で走ることはありますが、体力がなくて途中でスピードダウンするということはよくあります、うん、ということでございます。あー、こう、まあ、走るとよくわかりますよね、うん、ね、同じ年齢の人と走ってても、まあ、普通の人ですね、スポーツ選手ではなくして、うんうん、なんか遅れは取ってしまうとかね、うん、なんかやっぱりちょっと自分は体力がないのかなっていうふうに思う時がありますけども、まあ、王子の場合も年々落ちていきますね。いやもう私膝を痛めてからもう走れないです。全力疾走できないから私逃げ遅れる自信がありますよ。ああ、逃げ遅れる。何か起こった時私は多分真っ先に飲み込まれますね。あのね、本当に心臓バクバクしますからね、うん、そういう形でなんか倒れちゃうんじゃないかなっていうね、そういう心配もございますけども、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ではメールいきますね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。体力、学生時代の体力テスト、反復横跳びや踏み台昇降、ボール投げなど、もしも今やったらどうなってしまうんでしょうね。気持ちはできるつもりでもきっと体がついていかないでしょうね。今の体力をできるだけ維持していけるようにしたいですね、ということで、うん、あー、もう反復横跳びとか絶対ひぎれしそうだけど。そうなんだよね、なんかねどっか痛めそうだもん今やると。踏み台昇降とかもまず私不可能じゃないですか。そうだよね、あのね、あの膝をね、あのね、もうね、あれ、あ、踏み台昇降運動とかあったらもう私一人でゼーゼーしてるし、遅れを取ってんでしょうね、きっと ね、 ね、膝をいたわらないといけませんからね。そうそうそう、もうやめてって感じですよね。そうです。はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ダンサーさん、みそさん、バサス抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。正直なところ衰えを肌で感じていますが、ここぞという時、例えばパウダースノーが降り積もった時のスノボとか、今日も来ていますが富士山麓撮影は3、4日寝ずで、撮影と移動を繰り返すし、それでも疲れを知らないという脳内がパーティーモードに切り替わり、アドレナリンがウッカガー、うん、ウッカガーだよね、うん、これウッカガーっていうのかな、うん、の、これね、金の、武の台の川、金武台川っていうの、え、なになになに、どこどこ、ここ金大川張りに、金大川張りに湧き出て、うん、湧き出て、あ、金大川張りに湧き出てだよ、うん、ね、はい、麻痺してるのだと思います。あ、王子は夜のあっちの方はすごいんでしょ。あれ、何かいやらしいことを想像しました。寝る前の腹筋運動ですよ。あの、王子、夜あっちの方は強いんでしょっていうね、あの、そのあっちっていう、あの、方がわからないんですよね、うん、あの、そういう、なんていうのかな、もう今最近はですね、
布団に入ってね、はい、もう秒で寝れるぐらいのね凄さはあるんですよね。ほう、うん、でいきなりもういびきかいてるって言われますので、うん、多分その凄さだったらね、うん、その凄さは負けないかな、うん、負けないかな、うん、はいありがとうございます。ナントさんがやろうよ踏み台昇降っていやいややめてやめてあ、新一さんがね、金町にある湧き水ですね、めっちゃたくさんの水が溢れてますということで、あ、すごい、ウッカ川なんだってでしょ。おお、そうなの、あのちょっと調べました。お、えらいじゃん。ウッカ川で世界最初って。珍しく分かりましたね。だよね。あ、なんか調子こいてますね。ウッカ川って思うんですね。あのね、はい、あのどうしたの？振り仮名振ってないからさ、うん、もうこれどう読んでいいのか分からなかったからね。ちょっと振り仮名振ってやるじゃん。だからこれはあの私自分で振りましたんで。えらい、うん、調べたんですね。あのリスナーの方がね振っていただけると非常にありがたいんですけど、うんうんうん、まあ大体読めないことが多いんですけどね。行きましょう。だってヤス、はい、さんにあしらわれてしまった、はいはい、ということで CM ですね。はい、はい、CM です。キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーズ弓矢さん。芋掘り体験は1人700円で、なんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010。 ぐしちゃん芋生産組合の朝とまれ。おやつと軽食の店、夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店、夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キウナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。はい、今日は、うん、体力ということで、ちょっとですね、なんか、うん、いやちょっと思ったんですけど、名古屋体力で検索したんですね、私、うんうん、ちょっと私も検索したんですよ。そうなんですよ、うん、そしたらちょっと何これっていうのは、うん、ちょっと何これですよね、うん、と思いました。ダンサーズ読みます。はい、はい、どうぞ、はい、あの全国の政令指定都市の中で名古屋のですね、小学生かな、うん、の体力が全国最下位という、うん、政令指定都市の中で全国最下位という結果が出たっていう記事が載ってて、うん、おっと思いました。ということはあれ、あの名古屋の子たちはあのお勉強ばっかりしてるのかしら。いや、まあ、勉強なのかなというよりはね、うん、体力が最下位ってどういうことだろうということは、あのあれかな、まあ、あのこれ全国的かもしれないですけども、うん、あのこう今だとね、こうスマホとかでこのゲームやったりとかね、うん、お家の中で遊んじゃってるから、あの外でね、あの駆けずり回って遊ぶってことがね、うん、
少なくなってんのかな、まあ、個人的な印象なんですけど、はい、沖縄と比較してたんですけどね、うん、はい、まあ、名古屋の小学校で、まあ、校庭で走ってる子で 沖縄の、うん、沖縄で校庭で走ってる子、どっちが多いかって沖縄なんですよね、うん、そういう印象があるんですよ、うんうん、じゃあ名古屋どうかっていうと、そこまで走ってる雰囲気とかなんか遊んでるとかっていうのはあまりないなという感じなんですよね、うんうんうん、もうそうなるとですね、やっぱりまあ、食べるものにもねまたいるのかもわからないですけども、こうそれこそね体力のつくもの、あまり子供さんだとニンニクとかね、そういったものは食べないのかわからないですけども、ね、こう体が丈夫するようなこう食事も大事になってくるんじゃないでしょうかね、うん、あんつまさんが政令指定都市20しかないですからねって、確かにそうですけどね、そうなんですけどね、うん、あでもエマさんが北海道44位って、あそうなんですか、あってことは県の統計もあるんでしょうかね、うん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 、いやこれはですね、どげんこせんとということですね、うん、なぜ九州まあ、ね、これは、まあ、お子さんに関するね、統計だと思うんですけど、まあ、大人の人も、ね、含めてね、うん、でどうなんでしょうね。で先ほどのね、お話にあったようにね、いろいろ体力にもございますので、うん、日が照ってる時のね体力のある方と夜体力のある方、うん、夜ってそ今みそちゃん見たね、こっちをすごい目で見たね、あすごい目で見たね今ね、いや違う、またその話するんだから、違います違います、ね、よく思うのはこう夜お仕事されてる方、うんうん、あうん、なるほど、という方本当にね夜中過ぎまで本当にやってて、そこねお店が終わってからもう掃除なんかやるもんだから、うん、もう朝方になるよっていう方もね、うん、いらっしゃるんですけど、そういう方見るとねすごい体力あるなと思うんですよ。やっぱりこう、うん、昼夜逆転してるのかもわからないですけども、なんかねそういうお仕事やってられる方ね、すごい体力あるなっていうふうに、ね、王子思っちゃうんですけどね。なんかいきなり軌道修正しますね、うん、いやいや、はい、じゃそれが言いたかったんだけど、すっごい目で見たの、すっごい目で睨まれたから、はい、はい、ということですね、はい、ということで、はい、はい、名古屋栄養コーナーでした、はい、はい、メールご紹介します。はい、はい、お願いします。味噌煮込みスキーさん、名古屋のダンサーズさん、滑り王子マスクマンさん、はい、こんばんは、ラントです。ありがとうございます。ありがとうございます。メールしました、ありがとうございます。はい、体力というテーマ、実は私は脱臼骨折をして、うん、今リハビリ中の真っ最中です。あら、はあ、あらまあ大変痛いですよね。筋力が落ちるので右手を使ってペットボトルをダンベル代わりにしてトレーニングをしていますよ、うん、でもまだまだ治るのには時間がかかりそうなので頑張ります、ということでございます。リハビリがね一番大事ですからね、うん、お大事に、ね、そして、はい、体力もどんどんつけてください、うん、そうですね、はい、はい、ということで、いつ紹介していいですか。どうぞ。王子みそさん、ダンサーズさん、こんにちは。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 沖縄がやっぱり一番のアンツバです。ありがとうございます。アンツバさんね、大阪から来て、はい、沖縄がいいんだやっぱりって思ったんですね。はい、テーマ体力。みそさん、ダンサーズさん、土曜日はお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。体力油脂豆腐の自分って体力ないじゃん、それじゃ。8年前に病気で2週間入院して体力が激落ちして、後役に左太ももの筋肉損傷してしまい、日曜日の大阪城見学はかなりしんどくて、大阪城からホテルまで歩いて帰ったんですが、過去35分、うん、ホテルに着いた時は足がパンパンになってましたね、ということで。35分歩いたんですか、うん、あでも結構遠かったんじゃないですかね。うん、うん、なんか通天閣も行ってらっしゃったので、ね、そうですね、ね、それはよく歩いたと思いますよ、うんうん、でもまあ歩くこともね大事ですもんね、うんうん、ただねやっぱり体力に合わせた運動は大事ですよ、うん、そうですね、はい、はい、ペーターさんが、はい、体力も大事だが
体力もねっていう体力がね、耐える力の体力です。あ、体力もね、お仕事ってことで。でもそ、なるほど、精神力の方です ね、 ね、 ね、それも含めてでしょうね。はい、はいはいはい、続いてですね、はい、はい、あ、今日はね、みなこさん祭りでございますね。みなこさんいっぱいだね、うん、おさにさんこんばんは。高校、はい、こんばんは、高校の時は校内マラソン大会で5キロを時間制限内でゴールできたので、後日放課後に追加マラソンはなかったのですが、今ではアパートで下の階まで降りるのも息切れします。年は取りたくないですね。3人さんは運動はしていますか？王子の不安な美奈子より。なんか違う意味でこうドキドキしちゃうな。でもね、本当にそうなんですよね。あの階段のね、上がり下りはね、結構疲れます。ああ、もう同じく、うん、激しく多いですよ、うん、本当にまともに運動してないですね。そうですね、本当に、うん、だからね、あの上がる時も大変ですけど、降りる時の方がね、もっとね、大変なんですよね。いろいろこう気遣ってね、降りないと、うん、一歩踏み外すと転げ落ちちゃいますので。沖縄にはちゅるさんが、全、先ほどの名古屋いうようなやつで、全政令指定都市中、名古屋が体力再開、どえりゃ市長、これなんとかせんといかんがねって書いてある。あ、いい名古屋弁ですね。いい名古屋弁ですねって、いい名古屋弁ですね。これはもう、あのみそちゃんの千倍特許でございますんで。千倍特許じゃない、まあ、川村市長が言ったような、うん、まあそうですね、感じでね。はい、はい、はい。あ、なんかあ、すごいね、うん、でもヤンポーさんね、この前は2時間山を二山越えてウォーキングしたよって、すごい体力あるな。すごいですね。イエスさんが、うん、高校の時はキロ5分切ってたな、かっこ遠い目、うん、あのね、頑張ったつもりでね、その日は、はい、時はいいんですけども、次の日にね、もう足腰ね、もう本当いろんなところがね、もう痛くなっちゃいますんで、うん、ね、そこら辺がね、あの次の日に影響するのがちょっとね、大変かなと思ってね、なかなか無理できないんですけども。あと、なんか、エマさん、何もないところでつまずいたりしませんか？私だ、私私です。ほん、はい、ちょっと飛び出たものでもつまずくんじゃないですか、ね、あ、もう、あ、頭が痛いじゃない、 足が痛いのということで、エンディングでーす、はい、でーす。来週のテーマは長い長い長いロングングング。来週のテーマは長いです。長いエピソードをお送りください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士募集中名古屋熱田トリプルエイト、入庫者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト、社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレイナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。少しだけおまけコーナーがありますので、はい、また君名古屋のアカウントでお願いします。はい。閉店ガランガラー。